あ、てかさ、女として見てないというか、女として悲しかったエピソードがここ数日あったんですよ。じゃあもうこれマジでな、もうみんなぐらいにしか話せへんなって。まあ、まあ、3バカぐらいなら話してもいいのかな。なんだけどさ、トイレ行ったの。てかまあ、まあ普通にね、外出て、その日ズボンだったんだけど、ふんふんふんって感じで外で出て、トイレ行きたくなってトイレ行って、でトイレしてる時になんか、ま、なんでかわかんないけど、すっげえガニ股だったの。ちょっと待って、もう、あれ？いや、洋式のトイレってね。あの、ズボン下ろしてるわけじゃん。で、その状態でガニ股だったんよ。で、なんとなく肩、その肘に手ついて、な、ちょっと考え、もうわかんない。記憶ない。そこの記憶ないんだけど、ごめん。マジで変な話してごめん。じゃ、マジで変な話してごめん、話してごめんなんだけど、あの、その時にさ、ガニ股の時に、こう、足をこう開いてて、ズボンもその分開いてる。その時に、開きすぎてさ、ズボンのボタンが飛んでさ、ちょっと。出先なんよ。出先でズボンのポケット飛んで、マジで死ぬかと思った。本当に。どうしようと思って。いや、マジで本当に困って。この後もちょっとあるから、マジで。ちょっと、やばいと。帰れるのはない、みたいなんで。そう。いや、ボタンなんか外さなくても脱げたんよ。で、なんか、本当にどんだけ開いてたんだって感じなんだけど、いや、ベルトしてなかったの。っていうので、マジでね、本当に萎えて、別に鼻くそ離さなくてもいい。いや、だってさ、もう本当に辛かったの。で、なんかね、上の服もタイトめだったから、なんか、インしてたんだけど、インを出しても、なんか上がこう開いてるのがちょっとシルエットで見えるんだよ。わかる？あれ、なんかあの人上のフック開いてねえかみたいな。見えるの、ちょっと上がピチッとしてて。っていうので、もう本当にどうしようと思って。終始ね、ここら辺をイジイジしながら乗り切りました。あの T シャツというか、そのシャツを定期的にこう引っ張るなどして、なんかもじもじしながらどうにかくぐり抜けたんですけど、うん、いやー本当にね、怖かったですね。本当にこんな話してごめんな。もうなんかこの話はやっぱ女としてちょっとやばいよなって思って、本当に誰にも話せないと思ってたけど、みんなになら俺みんなのこと信頼してるからさ。いや、そう、裁縫セットマジで持っとけばよかったって思った。うん、いやー、ベルトめんどくさかったんだよ。いいやと思ってさ、なんかしかもなんかベルトするような感じでもなかったというか、まあなんか受け止め方むずくねえ。そうなんだ、でいいよ別に。誰かに話したかったの、この悲しみを。しかも徐々にさ、チャックが落ちるんだよ、マジで。もうほんと許せんわ。自分が許せねえ。なんでトイレであんなになんか、しかもそのズボンを一番下まで下ろせばいい。もうこんな話したくなかった。こんな話しとうなかった、うちだって。でも誰かに聞いてもらわなきゃ壊れそうだった。いや、なんかね、そのほぼ膝ぐらいまでしか下ろさなかった。今この話。マジもうこの話いい。いらない。いや、安全ピン買えばよかったら、確かに今コメント見て思った。うん。いやー、久々のトイレトーク、そんなねえやろ。あったか。自動でトイレが流れる話ね、前の家の話ね。あったわ。いやー。ね、次からはちゃんと下ろします。